小林香奈江は、日本の政治家、検察官、衆議院議員、裁判官弾劾裁判所裁判長などを歴任した。1927年、ドイツ留学時代に知り合ったゲルトルードと結婚。小林香奈江と妻のゲルトルードは愛知県西鴨群寺、部村に生まれる。1903年3月、高橋村寺部尋常高等小学校を卒業。1908年3月、 東京府青山市半学校卒業。同年4月、東京市麹町人情小学校の訓導となる。1912年、日本大学法文学部英法科卒業。1915年12月、半次検事登用試験に合格。佐賀地方裁判所、甲府地方裁判所、東京地方裁判所などで検事を務める。1923年、ドイツに留学。 ベルリン大学法科で欧米各国における政治経済法律を研究する。1926年、同大学卒業。1927年2月に帰国。同年4月、日本大学教授に就任。また同年、ベルリン大学留学時代に知り合った文科の学生のゲルトルードと結婚。1928年の第一回普通選挙に、 旧愛知四区から立憲政友会公認で出馬するも落選。1930年2月20日に行われた第17回衆議院議員総選挙で初当選した。1932年、1936年と当選を重ねる。1937年の総選挙は落選。1942年の総選挙は翼山政治体政協議会の推薦が得られず落選。 戦後、最初に行われた1946年4月の第22回衆議院議員総選挙に、大選挙区制の旧愛知2区から出馬し当選。6月4日、第1次、吉田内閣の商工政務次官に就任。しかし公職追放を受けたため、1947年3月4日に、同職を辞任。 1947年の総選挙と1949年の総選挙にも出馬することができなかった。1951年8月、公職追放解除。1952年と1953年の選挙で当選。1955年2月27日に行われた総選挙では落選。ところが、当選者の長田康太郎が、 同年5月13日に死去したため繰り上げ当選を果たす。1957年、第46回列国議会同盟会議に日本議員団長として参加。1958年の総選挙も当選。議員在職中、衆議院法務委員長や裁判官、弾劾裁判所裁判長、日本大学法学部長などの要職に就いた。 衆議院解散翌日の1960年10月25日、脳出血により、東京都品川区の自宅で死去。72歳を打地盤は、東京の浦野幸男が引き継いだ。ありがとうございます。